はい、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。バイナリーオプションですけれども、高効率ですね、80% 以上の勝率、分析データですね、現在まで、1週間ぐらいの分析で見てるんですけどね、分析させてるんですけども、80% 以上の確率のもの、10個以上の取引があるというのはなかなか見つかりにくいんですよ。それで1回の利益数が20ピップス以上ね、余裕がある勝ち方というのは非常に見つけづらくて、どうしてるかというとですね、分析、テクニカル分析の複合というので、かなり多いですね、テクニカル分析で2つや3つだけじゃ出せません。無限というか無限に近い設定値になりましてね、やっと見つかるというわけですね。でそれをちょっと意味を説明してですね、実際の、設定数の多さですね、こんなに多いんだよということをちょっとお見せいたします。今2台のねパソコンで動かしてますけれども、こちらの分析データなんですけども、今ね白文字になってるのが、今 4,5,6 個ね出てます。通過国6個シグナルが出るようになってます。で言いますと勝率 80% 以上なんですね。で実際は 20% をぐらいに落ちますのでね、注意してください。 80% でも 20% 落ちますから。でね、どうして通常ですね、 80% 以上のシグナルというのは、ね、1週間で2つぐらいなんですね、出てこないんですよ。でどうやって勝率のいいね、通貨国でたくさんシグナルが出させるようにするかということが問題なんですね。これはね、テクニカル分析無数に分析させてます、無限に近いですね。その数値の設定によってしっかりすると出てくるんですね。で1つか2つか3つか4つぐらいじゃ出てきません。少ないね、全部表示し始めたんですけども、大体全部じゃないですけど、4つぐらいかまだ出てませんけども、設定値はその半分以上の数値は出てるんですけどね、これの表示されてる以上設定値がありまして、で設定値でもものすごくあるんですよ。1個2個3個ですね、123123ですね、1234かね、1234あります。4ブロックありますね、これだけでもね。でとにかく簡単にはシグナルが出せないということが分かってきました。私の方も簡単なシグナルじゃ勝てないということが分かってきました。このようにね、無数のねテクニカル分析が内部で動いて計算してます。で設定値が見つからないんですね、簡単にね。これが大変で、これコンパイルしてんですね、下でいつもで分析してます。常時ねこれクイックしてます。でオートでね分析 MT4 を動かしまして、メタトレーダーのエディターを動かしてますね。でコンパイルして情報をチェンジしてます。そうしないと出てこないんですね。で、常時ね通貨国でないかということで分析させながら、で見つかったものをですね、2行目の設定値通りに設定にこうですね、左上でした 80% 以上
10個以上の取引ってなって20ピップス以上ということになってるんですね。それだけ見つかりましたら、このように白文字になってね、赤文字は見つかってないんです。あと文字出てないのも何も見つかってないんです。でね、分析させてます。赤文字が分析中で出たんだけど、何も適正の2行目の適正になってないということで、何回も探してます。で、シグナルが見つかったよって指定の勝率と投資数とピップス、平均ピップスですね、1回の稼ぎの稼ぎ1回の稼ぎの平均値が多いほど勝ちやすいわけですね。わかります？マイナスの時もあるわけですね。平均でも。それだと全部負けですから当たり前だけども、1個だけあってマイナスってなるんですよ。で、平均値で出ちゃったりすることがあるんで、プラスでもね、認められないんですけど、簡単にはね。で、勝率と平均値を見てですね、投資させて、分析させて、で、テクニカル分析がめちゃめちゃ多いです、設定値が。人間じゃ考えられません。コンピューターで探すしかありません。ということで、こんなに多くね、今日多いの驚きましたよね。6個ですね。それでね、注意していただきたいのは、黄色の線の、片寄せボリンジャーバンド、私のオリジナルね、似たようなのが、作れますから、で、作り方秘密ですけどね。これね、出たところでシグナルは出さないんです。内側でテクニカル分析と両方やり方があるんですけど、状況によってですね、どっちがいいかは、こうやって動かしてみると分かるんですね。勝率がこう出てきます。今の時期、月曜日は逆転してますね。